2021年もスポーツウォッチャーをご覧いただきありがとうございました。2022年も変わらず絶好調な情報をお届けしていきます。新年最初は豪華対談が実現。なんかやっと会えた感じなんだけど。中畑清と松山英樹が初めての対談。しかしその内容はまさかの。お酒は何が好きなの？日本酒も好きです。酒トーク？さらに松山英樹が大谷翔平を語る。僕勝った後に大谷君がすごい打ち始めて。清も大爆笑。松山が大谷翔平に嫉妬。この模様は1月8日のスポーツウォッチャーで。